洛南高等学校付属小学校は、京都府向志寺戸町寺田に所在し、小中高一貫教育を提供する私立小学校。設置者は、学校法人新聞州洛南学園であり、新聞収穫派が参画する。洛南高等学校、付属中学校は、京都市南区の境内に所在する。洛南高等学校、 付属中学校とともに小中高一貫教育を展開する小学校として2014年京都府向こ市に開校。1クラス約30名の3クラス編成である。校訓は洛南高校、付属中学と同じ区である。原則として卒業者全員が洛南高附属中へ内部進学する。設計、建設会社の担当者ともに 洛南高校 OB により竣工された。徹底した防音設計がなされ、集中した環境で取り組むことができる。給食はなく、弁当の注文は可能である。先取り教育が行われている。やれることをやれるだけやるとしている。洛南高校、付属中学が当たり前にできることを小学校のうちから当たり前にできるようになってもらいたいと考えている。 小4で小6までの過程を終えるが、中学内容の先取りは行わず、それまでの学習内容の定着と進化を図っていく。小学校低学年で漢字の成り立ちを実書で調べ、用法、熟語なども全部覚えさせるといった国語教育を展開している。また、鶴亀さんといった高度な台数も行われている。週6日制である。 五校時、または六校時の授業がある日の放課後に、開校されている。月額3万円である。洛南高校、付属中学と同じく、味方寄校となっている。洛南高校、付属中学と同じく、ご英雄が行われている。工房大師のが詰日である毎月21日に、校長の講話を聞く。ありがとうございます。